ブラスターとキングヘビーの使い分けを教えてください。これよく来ますね。インスタライブしてた時にもね、確かこういうコメントあったと思うんですよ。で、僕自身もね、ブラスターとキングヘビー最初、どう使い分けようかなって悩んだんですけど、実際に使ってみたらね、これ使い分けが存在します。ブラスターとキングヘビーでしょ。ブラスターとキングヘビー、実際にキングヘビーとブラスターちょっと持ってきてみました、そっから。はい。キングヘビーまず7フィート2インチで、ブラスターが6フィート10インチ、どっちも H なので多分迷ってると思うんですけれども、まずパワーが圧倒的に違います。キングヘビーの方がですね、ティップ、ベリー、バット、すべて、パワーが上です、ブラスターより。で、ブラスターはその1個下という形になりますね、パワー的に言うと。だから、ごっそり生えてるリリーパッドとかの上でフロッグ、もしくはパンチングとか、まあ、ジカリブとかなんとかで皮打ちっていうんだったらキングヘビーで、ライトなリリーパッド、ちょっとパラなリリーパッドとかだったら、フロッグを使っていくんだったら絶対にブラスターがいいです。首振り、すごく生めかしく動きます。デカダッジとかを投げるんだったらブラスターは無理です。キングヘビーでいきましょう。で、その代わり首を振らす系のブルタンク、これははっきり言って、まあ、ブラスターはちょっとね、ウェイト、ルアーウェイト的にはちょっと超えますけど、ブラスターでやった方が綺麗に首振ります。僕はブラスターでやったりディフューザーでやったりしてます。あとフッキング、遠投した先で、がっつりフッキング決めたいよっていう場合だったら絶対にキングヘビーがいいです。ブラスターだとちょっと心もたないですね。ノーシンカーのコーヒー重計、そういったのを大遠投してボトムズルズルズルと引きずった時とかに、当たった、送ってバシッと合わせた時にきちんと乗るのはキングヘビーだと思ってください。同じようにキャロライナリーグとかで大遠投した時でかけるっていう場合でもキングヘビーがおすすめです。で、逆に、打ち物として近距離のカバーとか、ブッシュとかそういったところを攻めていくよっていう場合はブラスターが圧倒的に有利です。なので、クリークとか、ね、僕よく行きますけども、クリークで実際に僕が使ってる時にキングヘビー一本で歩き回っていたところ、バックスライドでね、対岸のクリークですから幅狭いです。幅の狭いクリークの対岸のブッシュとか、カバーとかオーバーハングみたいになってるところにスキッピングで入れようとした時に、まあなかなかね、僕のキャスト技術もあるんですけど、ちょっと決まらなかったと。決まりにくかったです。決まった時もあったんですけど決まりにくかったです。で、そこでブラスターに変えたところ、綺麗にキャストが決まったんで、で、なんなら6フィート2のね、BF トリッカー。これでね、ベイトフィネスで、アビの50使ってスキッピングしたんですよね。で、そしたら、ブラスターにも綺麗にスキッピング入りました。ショートディスタンスでの、キャスタビリティっていうのは、竿が短ければ短いほど、すごく有利になってきますので、7フィート2インチあるキングヘビーはね、どっちかって言ったら遠投向き、中距離、遠距離。で、ブラスターはどっちかって言ったら近距離、中距離。っていうところで、まあクリークとか場所で言ったらクリークとかはブラスターで、大きい大規模の野池とか、リザーバーとかってなってくるとキングヘビー、こっちの方がいいかなっていうふうには感じてます。なので基本的に、近距離か遠距離で、硬さで言うところの、まあ、フッキング性能っていうところと、あとヘビーカバーね、カバーの、濃さとか、あとルアーのあまりの重さ、重たいものはキングヘビーの方がいいです。で、トップウォーターでも首フラス系のものはブラスター。巻いて使えるんだったらキングヘビー。っていうところ、重たいもので言うとね。僕は実際に、実際使ってみた感じでものすごく効果を実感したのはやっぱり近距離、中距離。距離感でのキャスタビリティですね。そんな感じで使い分けてみたらいいんじゃないかなと思います。